フェアリーズンダモンの新春マジックショー。どうも、皆さんこんばんは。ズンダモンなのだ。皆さんの目の前で奇跡を起こすのだ。動画を見るときは部屋を明るくして離れて見るのだ。こちらにとある魔王様が寝ているのだ。うっつり寝ているのだ。ここでとある呪文を唱えると、なんと寝ている魔王様が宙に浮くのだ。種も仕掛けもないのだ。それでは呪文を唱えるのだ。月火水木金土日。これで奇跡が起こっているのだ。下に敷いてあるカーペットを壊すのだ。見事に浮いているのだ。これが奇跡なのだ。まだベッドの足が残っていると。甘いのだ。ずんだ餅より甘いのだ。足も壊すのだ。どうだ、これがずんだパワーなのだ。魔王だから浮いているのでは。そんなことないのだ。ずんだパワーなのだ。ずんだ餅を投げちゃいけないのだ。なんでこうなった。どうも、トライトです。今回紹介する統合版マインクラフトバージョン 1.19.51 のバグ、寝ているプレイヤーが宙に浮いてしまうバグについて紹介いたします。こちらのバグの方法はとても簡単です。まずプレイヤーを寝かせた状態にして、そのプレイヤーに対して TP コマンドをするだけです。するとこのように寝た状態でテレポートし、しかも宙に浮いたままになります。これでブロックを壊しても宙に浮いている感じになり、マジックショーでよく見るマジックを見せることができます。これが寝ているプレイヤーが宙に浮いてしまうバグです。これでみんなもマジックショーができますね。ただしこちらのバグはバージョン 1.19.60 で修正されます。正式リリースも近いかと思うので、ちょっとだけしか楽しめないかもしれません。今のうちにマジックショー動画を作りましょう。以上、統合版マインクラフトバージョン 1.19.51 のバグ、寝ているプレイヤーが宙に浮いてしまうバグについて紹介いたしました。よかったら参考にしてください。もうすぐで修正されると思うので、早めにマジックショーをやって皆さんを驚かせましょう。こちらはスイッチ版、 iOS、 Android、 Win10 版の PC、 Xbox 版、PS4 にもあるバグです。それでは以上で終了いたします。ご視聴ありがとうございます。またよろしくお願いいたします。